そのままピケターン。いい感じ。このままセネターン。セネセネピケピケポーズ。もう一回。元日の朝から個人練習とは精が出る。雪城先輩、昨日帰省したはずじゃ。親戚への挨拶回りまで時間が空いたのでな。今のうちに済ませておきたい仕事があって学院に来たのだが、レッスン室に人の気配を感じて立ち寄ったらお前がいたというわけだ。先ほどのターンはなかなか良かったぞ。軸足の骨盤をしっかりと意識できている。ありがとうございます。だが少し休憩を挟んだ方がいいな。疲れでプレパラシオンがまるで意味をなしていなかった。はい。あ、いたいた。明けましておめでとう。ミチル先輩も一緒だったんですね。明けましておめでとうございます。振袖とっても似合ってます。しおりありがとう。ミチルもお気に入りなんだ。ミチル、なぜここにいる？あれ、ミチル先輩、雪城先輩と一緒に来たんじゃなかったのかな。ママに車を出してもらったんだよ。それより、アキラ褒めてくれないの？振袖。そうだな、見事だ。本当にそう思ってる？まあいいや。二人とも、今から初詣に行こうよ。初詣ですか？昨日ママから聞いたんだけど、芸能にご利益のある神社に面白いおみくじがあるんだって。まあおみくじ自体が面白いというより、そのおみくじの結果で面白いことをするって感じだけど。桜坂神社か。芸能に縁のある神社は多数あるが、特徴的なおみくじといえばそこだろう。アキラ大正解。桜坂神社、そういう場所があるんですね。どんなおみくじなんですか？行けばわかるよ。ママが連れてってくれるから早く行こう。あ、行っちゃいましたね。メイファン先輩と八千代先輩も一緒なんでしょうか？いや、メイファンは帰省中だ。八千代も年が明けてからは家の用があり忙しいと言っていた。二人とも早く制服に着替えて。そろそろ混み始める時間だから。やれやれ、元日から騒がしいな。到着。人がいっぱいいますね。それに、一体これは何なんでしょう。即興劇か。これがこの神社で話題のおみくじだよ。これがおみくじ？おみくじって何々すると吉とかって書いてあるでしょ。それを元日に行うと芸能運が上昇するってことで、みんなおのおのおみくじに書かれたことをやってるんだって。あ、つまりおみくじに即興劇をすると吉って書いてあるんですか？そう、びっくりだよね。もともとは普通のおみくじだったみたいなんだけど、昔近所の学校が参拝するときにおみくじの内容にちなんだ願掛けをしてたんだって。それが少しずつ有名になって、徐々におみくじの内容も変わってきて、今では芸能欄なんて専用の項目に即興劇だとかが書かれてるわけ。それを始めた当の学校はもうやってないみたいだけどね。なるほど、そんな歴史があったんですね。あら、あ、シークフェルトの。しずはちゃん、つかさちゃん、ララフィンちゃん、明けましておめでとう。つかさちゃん、その振り袖かわいいね。私もモコモコショールつけようか迷ったんだよね。明けましておめでとう。ありがとう、せっかくのお正月だしね。そうだよね、色と柄もつかさちゃんに合ってるし、色っぽい髪型もいいね。大鳥さんもすっごく鮮やかじゃん。黄色い振り袖が可愛い大鳥さんに似合ってるよ。ありがとう。あと、会えてよかった。いつかちゃんと謝らないとと思ってたんだ。謝る？去年せっかく招待状をもらったのに、キャプテンツインズ見に行けなくてごめんね。え？覚えててくれたの？舞台のタイトルまで。もちろんだよ。実はミチルが招待状を見る前にアキラが勝手に返事を返しちゃってね。じゃあ、あのフロンティアに付き合う時間はないっていう返事は完全にアキラの独断。もう困っちゃうよね。だから今年は見に行ってもいいかな。あなたたちが作る舞台
しおりも見たいよね。はい、フロンティア芸術学校の舞台は独創的と聞いているので、とても楽しみです。シークフェルトのみんななら大歓迎だよ。また招待状を送らせてもらうね。うん、待ってるよ。それじゃあ、ミチルたちは行くね。うん、またね。ユキシロさん、今年もどうぞよろしくお願いしますね。ああ。アキラは相変わらずだね。お正月なんだから、もうちょっとおめでたそうにすればいいのに。ミチルだけで十分だ。そんなことないと思うけどな。でも、これで去年のわだかまりはなくなったかな。あっちがどれくらい気にしてたかはわからないけど、劇フェスで同じ舞台に立つなら、さっぱりしておかないとね。あ、ん？どうしたの、しおり。あれれ？あなたたちは。シークフェルトの。玉尾先輩、これぐらいですか？もうちょっと締めても大丈夫だよ。うん、それぐらいかな。ルイちゃん、振り袖の着付け手伝ってくれてありがとう。どうかな？とってもお似合いです。玉尾先輩は世界一振り袖の似合う舞台少女ですよ。それはちょっと言い過ぎだけど、ルイちゃん、新年早々玉尾先輩の着付けを手伝えるなんて夢みたい。玉尾先輩のウエスト相変わらず細かったな。ルイちゃん、あ、すみません、ちょっと玉尾先輩のウエストのことを。ウエスト？もしかして私正月太りしてた？あ、いえいえいえ、むしろ5ミリぐらい減ってました。じゃなくて普通に細かったです。大丈夫です。そう？それならいいんだけど。あら、一恵からね。もしもし、玉尾、おはよう。一恵、明けましておめでとう。あ、そうだった、明けおめことよろ。今何してたの？ルイちゃんに振り袖の着付けを手伝ってもらっていたの。これから初詣に行くところよ。初詣？いいね。どこ神社？知ってるかしら。桜坂神社という芸能の神様を祀っている神社なんだけど。それ昨日テレビの特集で見たよ。変わったおみくじが流行ってるとかって。今ではそんな風に有名になっているみたいね。でも元々は臨命館演劇家の行事だったのよ。あ、そうなの？テレビでも古い歴史があるって言ってたけど、臨命館の名前は出てなかったよ。桜坂三景といって、おばあちゃんが臨命館の生徒だった頃は全員参加の大切な行事だったみたいなんだけど、生徒数の減少とともに行われなくなっていったそうなの。でもせっかくの歴史ある行事だから。じゃあ玉尾はこれからその桜坂三景をやりに行くの？ええ、ルイちゃんのおかげで着付けも早く終わったし、そろそろ行こうかなと思ってたところよ。じゃあ私も行く。ママ、ちょっと友達と面白そうな初詣行ってくる。私直接おばあちゃん家行くから、後で合流しよう。え、一恵、親戚の集まりがあるなら別に。ああ、新年から相変わらずね。一恵先輩来るんですね。みんな帰省してるからって遠慮して誘いませんでしたけど、ゆっことふみ先輩も誘いましょうか。多分ゆっこは来ないと思いますけど。そうね、きっとゆゆこちゃんはね、正月を満喫してるでしょうし、ふみも実家が遠いから来られるかわからないわね。また今度にしましょうか。ところでるいちゃん、本当に振り袖着なくていいの？はい、時間もかかりますし、私は制服で大丈夫です。玉尾先輩の晴れ着が見れればそれでいいのです。着付けをしている時間がもったいない。あれれ、あなたたちは。シークフェルトの。わあ、玉尾ちゃんに一恵ちゃんにルイちゃん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。玉尾ちゃんらしい素敵な振り袖だね。まさに大和の弟子って感じ。大鳥さんも元日にふさわしい色で、
とてもよくお似合いです。うん。雪城さん、その説はありがとうございました。今年はお互いに切磋琢磨できるような一年になるといいですね。そうか。以前のままの私たちじゃありませんよ。ルイ、落ち着きなって。どうどう。だって玉尾先輩がせっかく挨拶したのに。ごめんね。アキラって大体いつもこの調子だから。いいんです。雪城さんなりのエールだと受け取りました。行くぞ。あ、待ってよアキラ。それじゃあ今年も一年よろしくね。あ、いえ、なんでもないです。失礼します。お、どうしたのかな。何か言いたげでしたね。あの子、確かフミの妹さん。きっと緊張してたのよ。彼女確かまだ中学生でしょ。高校生に囲まれるとね。ああ、そっかそっか。よーし、次に会った時は一恵先輩が優しくしてあげちゃおう。それでは桜坂三景のおみくじを引きに行きましょうか。その前に参拝をしなくちゃね。こっちよ。それにしてもすごい人ですね。これじゃおみくじどころか参拝をするのも一苦労ね。玉尾、ルイ、行くよ。一恵、一人で行くと危ないわよ。追いかけましょう。なんとか参拝できました。さすがの私もちょっとしんどい。ちょっとそこで休憩しましょうか。そうしましょう。あ、おみくじって書いてある。ほらほら、行くよ。一恵先輩、はぐれちゃいますよ。待ってください。二人とも元気ね。ララフィー、餅つきバーサス羽根つき新年会の準備手伝ってくれてありがとね。うん、家でお餅いっぱい食べちゃったから体を動かしたかったんだ。おかげで早く終わったわ。ところでララフィー、この後何か用事があったりするのかしら。ないよ。みんなでおばあちゃんの家に集まるのは明日だし、どこか遊びに行っちゃう。それじゃ一緒に初詣に行かない？芸能にご利益のある神社があるんですって。神社？昨日テレビで見たんだけれど。わーい、おみくじおみくじ。あんなにはしゃいじゃって。それにしてもまさかシークフェルトが来てるなんてね。神頼みとかしなさそうだと思ってたから驚いたな。ララフィンは司がいたことにびっくりだよ。そうね、まさか司と会えるなんて思わなかったわ。みんな帰省してると思って一人で来たんだけど。そういえば制服着てるってことはもしかして学校に顔出してた？餅つきバーサス羽根つき新年会の準備してたんだ。あれ、今年もやるんだ。去年すごい盛り上がったもんね。ええ、ララフィンがたくさん手伝ってくれたから準備もバッチリよ。初詣、アルルとミソラも誘えばよかったね。今から来てもらうとちょっと遅い時間になっちゃいそうだし、今回は二人の分までおみくじ頑張りましょう。そうだね。あ、おみくじはこちらだって。おみくじおみくじ。到着。ついにララフィンの目の前におみくじが。目の前といっても尋常じゃない人混みね。あら、エビスさん、皆さんも。あれ、トモエさんだ。一恵、ララちゃん、明けおめことよろ。息ぴったりね。きっと波長が合うんでしょうね。合いすぎでしょう。なんかぐるぐる回ってるし。そうだ、実は今度餅つきバーサス羽根つき新年会っていうイベントがあるんだけど、もしよかったら遊びに来ない？お餅つきと羽根つき？どんなイベントなの？お餅つき組と羽根つき組に分かれた運動会みたいな感じかな。きっと一恵も気に入るよ。さすがフロンティア、なんかすごそう。もっと詳しく聞きたいところだけど、今は目の前のおみくじ。あ、
そっちもやっぱりおみくじ目当てで来たんだ。そうなんです。あの人の群れに飛び込むのは勇気がいりますが、そろそろ行きましょうか。そうね。さっきの話は今夜にでも詳細をメールするから、もし興味があれば。アルルちゃんとミソラちゃんにも会いたいし、行く行く。誰も行けなくても私は行くよ。絶対来てね、楽しいから。はぁ、なんとか引けてよかったわ。タマオ先輩、タマオ、よかった、二人と。ギャッ、うわー、何が始まったのこれ。うわ、人が、人の大波が。ギャー、タマオ先輩が流されて、今助けに行きます。ぬーい、一恵先輩も流されてますよ。お助け。あ、いた、キャ、すみません。あ、リンメイカの。あれ、あなたたち。タマオ先輩、大丈夫でしょうか。どうしよう、こんなところではぐれちゃうなんて。二人ともかなり心細そう。先輩とはぐれちゃったんだし当然か。あ、しずはからだ。もしもし。私たちも人の群れに押し流されて神社の奥の方まで来ちゃって、この感じだと合流するの難しそうだね。あ、しずはは、あ、そっか。うん、了解。健闘を祈るってことで、またね、バイバイ。あの先輩たちがどこにいるか分かりましたか？うん、しずはは巴さんと雪代さんと一緒にいるみたい。あとは、あ、ララフィンからメッセージ。見て、大鳥さんと音無さんと3人で楽しそうに写真撮ってる。ミチル先輩、無事でよかったです。とりあえずみんな大丈夫みたいね。あ、大鳥さんに何か伝言ある？ララフィンに伝えておくよう頼んでおくけど。いえ、大丈夫です。じゃあ、秋風さんは音無さんに何か。私も大丈夫です。それよりも、すぐ先輩たちの元へ合流しに行きましょう。あれ？なんか二人とも目を合わせてくれないんだけど。まさかだけど、私、怖がられてる？ララちゃん、ミチルちゃん、あそこたこ焼き売ってる。いい匂い。ああ、本当だ。ミチルお腹空いちゃったし食べたいな。ララフィンもペコペコ。あ、たこ焼きを買うことを提案します。大賛成。たこ焼き買ったらまた3人で記念撮影しよう。あ、ちょっと待って、その前にアキラにメールだけ送っちゃうね。というわけで、私はおみくじの芸能欄に書かれた課題をやってみようと思うのですが。よかったら協力するわ。雪代さんはこういうのあまり乗り気じゃないかしら。ああ、悪いが、メール誰だ。フロンティアの総代のしずはちゃんと、ふみを舞台に復帰させたたまおちゃんのこと前から気になってたんだよね。せっかくの機会なんだから一緒に過ごして、その目でどんな人物かちゃんと見極めておいて。勝手に別れてミチルのところに戻ってきたら怒るからね。雪代さん、どうかした？いや、なんでもない。私も協力しよう。え、でも。手早く済ませるぞ。すみません、なんだかお二人に悪いです。問題ない、今しがた利害が一致したところだ。巴さん、大丈夫よ。私もおみくじが目当てで来たんだから。それで内容は何だ？おみくじは持っているんだろう、巴。はい、まだ開封していないので見てみますね。せっかくだし、私はこれからおみくじに書かれてることをやってみようかと思ってるんだけど、秋風さんとしおりさんはどうする？もしかしてだけど、二人とも私のこと怖かったりする？
怖くなんてないです。恵比寿さんとは激フェスの打ち合わせで何度か顔を合わせてますし、ただ私言ってなかったんですけど、かなり人見知りしてしまうたちで。私もちょっとだけ慣れたら大丈夫なんですけど。そっか、それなら仕方ないよ。二人とも無理しなくていいからね。あの恵比寿さん、どうしたの、いきなり。すみません、いきなり大声出して。さっき玉尾先輩は合流した人たちで桜坂三景を、いえ、おみくじの課題を達成するって話をしてましたよね。うん、そうなったみたい。じゃあこっちはこっちで、そのおみくじの課題をやってみたいなって思ったんですけど。もちろん恵比寿さんがよろしければですけど。それは嬉しいけど、本当に無理しないでいいよ。無理はしていません。こういう時玉尾先輩ならきっと恵比寿さんに協力すると思うんです。だから私も協力させてください。みちる先輩のメールにも手伝ってあげてねって書いてありましたし。そっか、二人ともありがとう。それじゃ三人で頑張ろう。実はおみくじはもう開封してて、内容は分かってるの。そんなに難しい課題じゃなかったから安心して。そうなんですか。私にもできそうですか。うん、できるできる。おみくじの芸能欄にはこう書かれてたんだけど、本日中に境内で友人を作ると吉。本日中に境内で友人を作ると吉。つまり私たちがここで友達になっちゃえばもうクリアってわけ。どう？簡単でしょ？私とお友達になってください。無理です。え？一つ上の先輩と友達なんて恐れ多いです。あ、いやいや、学校も違うわけだし、年も一つ離れてるだけじゃん。ねえ、しおりさんもそう思わない？目をそらされた。ほら、シークフェルトの人たちってみんな年上でしょ？意外と慣れてるでしょ？それは、そうですね。ね？それにしおりさん、あなたのお姉さんと私って同い年だし、年上はそんなに苦手じゃないんじゃない？あの、最近はお姉ちゃんと会ってないので。そうなんだ。あの、詳しい事情は知らないけど、何か悩みがあるなら私聞くよ。え？あ、ほら、こういうのって全然知らない相手の方が気兼ねなく話せたりすることもあるし。あ、その悩みというか、どうしたらお姉ちゃんとまた仲良くなれるのかなって。私今年は怖くて実家に帰れなかったんです。お姉ちゃん私のことが嫌いかもしれないので。あの、それは多分違うと思います。秋風さん、ふみ先輩も帰省の話をするときは少し辛そうにしていたので、そのちょうど今のしおりさんみたいに。そうなんですか。はい、私が知ってる限りの話ですが、ふみ先輩はしおりさんのこと大切に思ってると思います。家族の話とか昔の思い出とか、そういう話をしてる時のふみ先輩すごく優しい顔をしてますから。お姉ちゃん、私がお姉さんに事情を聞いたわけじゃないから確かなことは言えないけど、お姉さんもしおりさんも同じ舞台少女ならいつかきっと分かり合えるんじゃないかな。そうだといいなって思います。うん、これは私がそう思うって話なんだけど、縁ってそう簡単に切れるものじゃないんだよ。縁、私実は一度舞台から離れたことがあって、でも戻ってくることができた。きっとそれは舞台に縁があって、それをつないでくれる仲間がいたからなんだ。しおりさんの場合は姉妹っていう強い強い縁がある。あとはきっと舞台がつないでくれるよ。舞台ってすごいパワーがあるよね。エネルギーって言った方がイメージしやすいかな。虚構と現実が混ざり合う幻想的な、でも確かな実感が伴う舞台の上にしか存在しない世界。そこで作られる物語は喜劇であろうと悲劇であろうと
真に迫れば迫るほど見る人の心に感情の波を起こし広がっていく。二人の立つ舞台は違ってもその世界はちゃんとつながってる。これってとってもすごいことだと思わない？思います。うん。だからしおりさんも舞台少女として自分を磨き続けたらいいと思う。技術を磨けば磨くほど立った舞台の数が増えるたびにお姉さんとのつながりが強くなっていくはずだから。はい。エビスさん、どうしたの？私感激しました。私の悩みも聞いてください。いいけど、私ができることは本当に聞くことだけだよ。いいんです。私もエビスさんの言葉で表現で意見を返してもらいたくなったんです。そこまで言うなら話してもらおうかな。ありがとうございます。しおりさんも聞いてもらっていいですか？私でよければ喜んで。なんだかいきなり妹が二人できたみたい。ララフィンやシズハ、アルルやミソラに感じるのとは違うこの感覚、なんだろうな。でもこういう関係も友達って呼んでもいいのかな。きっといいよね。ぷぅ、甘酒美味しい。本当？ミチルにも一口ちょうだい。それじゃあ飲ませて死んぜよ。わーい。はー、お米の味と香りもそうだけど、この舌触りがいいんだよね。いいな、いいな。ララフィンにも一口。ささ、ぐいーっと。おー、大人の味。ララフィンちゃん、この甘酒は米麹で作られてるやつだから、アルコールは入ってないよ。え、そうなの？甘酒ってずっとお酒だと思ってた。わかる。お正月だけは無礼講で飲んでいいのかなって思うよね。無礼講でもお酒は飲んじゃダメだよ。アルコールは二十歳になってからね。ララフィンとの約束だぞーって。あれ、ん？ララちゃんどうかした？約束、約束。あ、しずはに3人でおみくじのくらいをするって言ったんだった。あ、そういえば私もたまおに行った。じゃあ、じゃーん。あ、おみくじ、みちるちゃん持ってたんだ。あきらとしおりとはぐれる前に引いてたんだ。せっかく3人で仲良くなったし、見てみよう。わーい、ダラフィンが開けてもいい？いいよ。じゃあ私ドラムロールやるね。じゃんって言ったら発表して。ラジャ。タララ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 ラタララ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 ラ、じゃん。発表します。私たちに与えられたミッションは、待ち人来たらず触りあり。それ違うとこ。待ち人のとこじゃなくて芸能欄ってとこだよ。芸能欄、芸能欄あった。本日中にアイドルグループを結成すると吉。アイドルグループ、すっごいお題だね。アイドル、 うずくこの右腕が覚醒。一恵、目覚めちゃうの？一恵ちゃんは昔アイドルやってたんだっけ？え、みちるちゃん知ってるの？当然だよ。ミチルのリサーチ能力をなめないでほしいな。ということは、え、一恵アイドルだったの？昔ね。すっごい。ララフィンちゃんのこともいろいろ知ってるよ。事務所に所属した時から子役にキッズモデルと引っ張りだこ。本格的に舞台を始めたのは中学生の頃で、そのあたりからモデルのお仕事は縮小気味なんだよね。すごい。ミチル、ララフィンの研究してるの？大げさだよ。雑誌の受け売りだから。でもいいかもね、この3人でアイドル。ミチルがプロデュースしちゃおうかな。プロデュース面白くなってきたね。ちなみにやるなら本気でトップアイドル目指すから。トップアイドル目指すなら凛明君やめなきゃダメ？大丈夫大丈夫、今時のアイドルは一芸に秀でてる子が強いんだよ。
だから私たちは歌って踊れて演技できるアイドルを目指そうよ。なんかすごそう。二人はアイドルになったらやってみたいこととかある？はいはいはい。アイドルの時にやりたくてもできなかったことあります。はい、一恵ちゃん、ホラー映画とのタイアップ、主題歌歌ったり主演やったりしたい。いいね。ララフィンちゃんは一人一人に決め台詞があった方がいいってララフィンは思うよ。決め台詞も演技系。いいねいいね、そういうの大事だよ。ミチルちゃん、グループ名はどうする？あ、それ大事だね。私たち3人ならではの名前がいいよね。ちょっと意見を出し合ってみよっか。任せて。こういう会議ってワクワクするよね。うんうん、3人ならでは3人ならでは。それじゃあみんな、いっくよ。せーの、私たち未来レジュメです。未来レジュメ、言いやすいし響きがいいね。ミチルのミ、ララフィンのラ、一恵のイで未来。レジュメは要約という意味で、舞台少女である私たち3人の魅力を歌と踊りと演技で表現する未来のアイドルグループ。それが私たち未来レジュメです。まだ活動は始まらないけど結成完了、課題達成だね。お休みの日とかに活動できたらいいね。私がアイドルとして再び輝く日もそう遠くないぞ。今年はこの3人でお買い物に行ったりしようよ。いずれは清少の子も誘ったりして。いいね。境内の舞台で仲間と共に誓いを立てると吉、こういうことが書いてあるのね。面白いわ。私たちが立てる誓い、三人一緒にということであれば、やはり激フェスの成功でしょうか。激フェスの成功は必然だ。わざわざ誓うようなことでもない。でも必然とは言っても神様の前で誓うことは意味があると思うわ。私には私の誓いがある。じゃあこういうのはどうかしら。まずは三人で激フェス成功の誓いを立てる。その上でそれぞれの誓いを立てるの。きっと秘めた思いもあるでしょう。それぞれの誓いは胸の中で誓えばいいわ。私のここにいる全員激フェスの選抜メンバーに決まったって、みんなおめでとう。本当ですか？やったじゃん、夢への第一関門クリアね。すごい、先輩たちと激フェスに出られるんですね。玉尾のみんなの夢、私も一緒に見させてもらうわ。いいだろう。わかりました、決まりね。ここが境内の舞台。二人とも準備は？うん、大丈夫です。行きましょう。もしかしたら一恵が言ってたみたいに、激フェスへの参加が決まれば配下が白紙になる、そんな奇跡もあるかもってほんの少し思ったけど、ダメね。いろいろうまくいきすぎて欲張りになってたのかも。現実って甘くないね。でもそんな夢みたいな時間、奇跡が起きるかもっていうあの場所が大好きだった。臨明館女学校演劇科2年、巴玉緒。フロンティア芸術学校舞台表現コース2年、胡蝶静葉。シークフェルト音楽学院舞台俳優学科2年、フラウ・プラティーン、雪代明。以上3名、本年の激フェスを成功させることを誓います。誓います。誓おう。さあ次はそれぞれの誓いを。全ては王者の誇りを示すため、シークフェルトこそが至高であることを証明するため、その中心を雪代明が突き進もう。私が切り開く道をおののきながら歩くがいい。シークフェルトがシークフェルトたるゆえんを見せつける激フェスにしてみせよう。
胸の中でと言ったのに、舞台に上がった以上ということかしら。すべての頂点、絶対的な王者の道、それは私たちの理想ではないわ。私は心強い23人の仲間と共に最高の舞台を作り上げる。幸代さん、あなたの演技力は本当に素晴らしいものだけど、ただ一人が輝く必要はない。本当はアルルちゃんの言葉だけれど、今日は代わりに私が誓うわ。24人全員がきらめく舞台、それが私たちフロンティアの目指す舞台。激フェスでそれをお見せしましょう。トモエさん、あなたはどう？お前は何を誓う？あの時私の足元にも及ばなかったお前が何を思う？私の思いは、私たちには立たなきゃいけない舞台があるの。まだ終わるわけには。語るべきは舞台の上でのみ。もう舞台の幕は降りた。私は凛明館の伝統を、凛明館の輝きを、凛明館演劇家のすべてをこの劇フェスに刻み込みたい。凛明館の伝統、歴史、輝き、それは凛明館に入学するより前から母が、そして祖母が私に受け継がせてくれたもの。私はそれを永遠のものにしたい。だから皆さんにお見せします。劇フェスの舞台の上で凛明館の覚悟を。以上です。みんな劇フェスにかける思いは本物みたいね。私も負けられないわ。たまお先輩、私は先輩に一生ついていきます。尽くします。るいちゃん、みんな見てたなんて。たまおの思いしっかり聞かせてもらったよ。幸代先輩の言葉を聞いて身が引き締まりました。冬休みもレッスンよろしくお願いします。いいだろう、全力で相手してやる。アキラもしおりもやる気が出たみたいだし、来てよかった。シークフェルトの誇りと凛明館の伝統もすごかったけど、フロンティア魂も負けていなかったよ。シズハ、フロンティア魂。みんなで切磋琢磨して24人全員で新しい景色を見せましょう。ねえ、せっかくだからみんなで記念写真撮ろうよ。激フェス参加者全員じゃないのが残念だけど。それは激フェスが成功した時に撮っておいたらいいと思うな。よーし、未来レジュメ集合。おー、雪代先輩、みんなで写真大丈夫ですか？うん、玉尾先輩、セルフタイマーのやり方わかりますか？うん、大丈夫よ。このボタンを押して、皆さん、行きますよ。1+1は2。